はい、皆さんこんにちは、ペペペです。今日は激しくおうどんが食べたいですね。もっと美味しく作りたいなと思って、どうしようかなって悩んでて、麺から直接作ったらもっと美味しいんじゃないかって思って麺からいっちゃいます。このレシピもネットと YouTube にたくさんあります。小麦粉 600g、 お水 270g、 塩 30g、 これを錬金術すると麺になるそうです。下からかき上げるようにこねて、そぼろ状にして約10分ぐらい常温放置しといて生地を作ります。パンとか麺は計量が大事で、これは途中味足りねえなーつって追加できるもんじゃないので、はかりも使ってですね、市販のおうどんのスープと麺を買って食べるとしても、カップ麺より安くて、カップ麺レベルではないけど簡単に作れるのがおうどんですけど、手間今かけて作ろうとしてたらいくらでも手間かけるとこ多いのがおうどんでもありますね。動画で見てた時はただ楽しい作業かと思ったんですけど、これこねる作業意外と力作業ですね。小麦粉のお値段と麺のお値段、そして完成したおうどんという商品のお値段とのギャップが体に染みる作業でした。おうどんの麺以外に足を使って作る食べ物ってありますかね。楽しく麺を踏みつけましょう。いいこと考えながら踏んでもいいですけど、悪いこと考えながら踏んでも悪くないと思います。気が済んだらですね、時間がかかるだけでこれ面白いです。時間がかかるってことはもっと美味しくなるっていう証ですから、踏んで伸ばして畳んで4回繰り返し、1時間休憩、さらに3回繰り返し、さらに1時間休憩を繰り返して、計10回生地にダメージを与えました。さあ、これですっげー硬い生地が完成しました。結論から言いますと、1回目は失敗しました。大きな要因が3つあって、まず1つ目は麺が熱すぎたってことです。麺は茹でたら伸びるっていうことと、思ったより密度が高いってのを見くびった。生地麺とか熱いから、熱けりゃなんとなくもっと美味しいんじゃないかって適当に切ってますけど、麺の圧縮力を舐めてた。伸びることを考慮してたらもっと薄く切らなければいけなかった。できる限りの薄めじゃなければいけなかったってのがこの時は知らんかったですね。2つ目の失敗要因は、豆に麺を分離せずに、分離する際に小麦粉をかけないといけなかったですけど、小麦粉を節約しすぎた。これ節約して金持ちになりたいんか、なんでやねん。無駄遣いも良くないですけど、あまりにも節約しすぎるのもいろんな意味で良くないっすね。3つ目の失敗要因は、お水足りなかったです。鍋も小さくて 600g の麺全部ぶち込んでたらあまりにも多い量でした。このタイミングでお水もっと入れたかったんですけど、もっと入れるスペースがなくて、逆に溢れるお水どうしようかなこれみたいな、これ何なのって思っちゃいました。これで作られた麺は芯が残りすぎて硬くて、小麦粉の味そのままコンロにも大惨事。あなたレシピ間違ってますよってこぼれた水が案内してくれました。結論的に美味しくない失敗した麺の誕生です。いろんなバージョンのおうどん作ってみたかったんですけど、でも食べ物ってもったいないですから、できれば動画ともかく食べきるんですけど、これはどうしても食べれないものになりました。麺作るのってこんなに難しかったんか、なんでダメだったんやろう。小麦粉 600g の損失ではなく、モチベーションっていう魂が 600g 損した気分。この時に現実本気でちょっとめげちゃいました。次の日、生地から作り直し。ってことで生地は作り直してます。小麦粉惜しまずにかけて、量も 600g 3分の1だけ使って、俺にできる限り薄く伸ばそう、切る時も俺にできる限り薄く切ろうって思いました。麺も豆に分離して、茹でる時の3分の1の半分、だいたい 100g ですかねぐらい入れました。15分間ゆっくり茹でて味見したとこ、これで完成っすね。まずぶっかけうどん、めんつゆとネギ、半熟卵だけにしてシンプル食べてみました。おー、
時間かけたやりがいありますね。改めてですが、粉に過ぎなかった存在を時間と手間かけたらこういう風に食べ物になるってのが不思議ですね。これからもっといろんなものにチャレンジしよう。いろいろ足りないことばっかですけど、いつも自分の動画ご視聴いただき本当にありがとうございました。よろしければチャンネル登録もですね。もっと美味しく食べたいっていう強欲はエスカレートするもんですね。エビ天がしたくて、これもですね、最初にエビに粉まぶした方が良かったんかな。とにかくエビ天も形では失敗です。ただの素揚げのエビトッピングで食べます。天かすも直接作ってみたかったんですけど、これ串がうまく上がってますね。常日頃おうどん食べてるので、うどんのスープは市販を使います。これと本だし入れるだけで完璧。本当にこれ驚くほど、日本の駅前で食べるそのおうどんとかとお味酷似してます。おうどんって作り方によって麺だけでも極上の製品になるものになりますけど、とにかくトッピングが多い方が美味しいですよね。手頃に乗せれるものは全部乗せました。ネギ、油揚げ、天かす、半熟卵。日本だったら生卵入れたかもしれないですけど、どんな差があるんですかね。自分の中では韓国で生卵食べるっていうのは危険な行為でみなしてます。ですから最低限でも火通してる半熟を入れました。本来だったら生の方がもっと美味しいはず。でも半熟もまあ悪くないですね。さあ、これから試食の時間です。では今日もいただきます。この味ですよ。うまい。綺麗じゃないけど、それでもおうどん。勇気を出して見せてくれた彼女のすっぴんのような真面目な味。感触が気になる地味な素の姿。こっからはお好みでしょうが、天かすネギたっぷりのおうどん好きですね。皆さんはどんなトッピングのおうどんが好きですか？やはりなんて言ってもトッピングが多い方が美味しい。おうどんが美味しくないタイミングってない。確かにおうどんって飲み物だったよな。もちろん編集でカットもしてるけど、現実の時間でもおどんってあっという間に消え去る。最後にですね、麺失敗した日、トッピングもいろいろ作ってったんですけど、もうこれで食べれんかったら後味悪いなって思って、普通に売ってるおうどんの麺使ってうどん作りました。この日はちくわを揚げてたんですけど、食べ物を作るのになんで職人がいるか。麺をより楽にこねる機械、切る機械、冷凍の麺の存在まで。存在の理由は確かですね。約半日かかる作業が1分で出来上がりますね。皆さんよろしければおうどんは買って食べましょう。今日もごちそうさまでした。